皆さんこんにちは、幸です。今日の動画は小室圭さんと眞子さまのご結婚について、アメリカでこのところどのような受け止められ方がされているかについて、私の感じる範囲でお話をしたいと思います。まずいくつか念頭に置いておきたいことがあります。一つは一般のアメリカ人の関心です。皇室というのは日本人の心の真ん中にあって、日本の歴史の芯のようなもので、天皇家を中心に時代や文化が築かれてきた、いわば日本が日本たるコアな部分だと思います。この気持ちをある程度共有できるのは、イギリスの親戚やスウェーデン、タイなど王室がある国の友人たちです。彼らはある親近感を持って注目しているようですが、それでも制度や歴史の違いまでの理解はありませんので、王朝がどんどん変わることを前提にした自分たちのロイヤルファミリーを基準に見ているように思います。まして歴史も浅い移民国アメリカは、人々に共通する思いやコアな文化がないので、いわゆるロイヤルファミリーに全く関心がない人も多いです。よほど日本に興味やゆかりがあったりしない限り、今回のニュースにも無関心のように思います。関心がある人々にとっても、どちらかというとエンタメ的なものなんですね。王室、皇室のないアメリカで王家といえばディズニー映画です。シンデレラ、白雪姫、人魚姫、アナと雪の女王、ラプンツェル、美女と野獣など、たくさんのプリンセスが登場します。日本にもかぐや姫や八かつぎ姫などプリンセスの物語もありますが、それより桃太郎、金太郎、浦島太郎、力太郎、辰の子太郎などの男の子の物語と動物の物語が圧倒的に多く、これに比べてアメリカのプリンセス物語の多さはロイヤルコンプレックスと言っても良いぐらいではと思えます。しかし最近の傾向としては、プリンセス物語は女の子を型にはめる有害なものとして排除しようとする親がいるのも確かですが、それでも人気は衰えません。おとぎ話のプリンセスに憧れるような気持ちで王室や皇室のニュースに関心がある人も一定数います。こういった関心の分布がありますので、日本の皇室のニュースがアメリカメディアの一面に載ったり、大きなニュースとして報道されることはまずありません。今回の小室夫妻ご結婚のニュースはそれでも大きく取り上げられましたが、ワールド部門でパッと見えるページにランクしていました。興味がある人が探せば、あそこにもここにも出てくるというようなランクの人気度です。日本の歴史や文化を知らず、あるいは知ろうとせず、そのような興味から皇室を見ると男尊女卑すぎるとか、なぜ自由に恋愛をさせないのかとか、結婚してもプリンセスのままでいいのにとか、私たちから見ればちょっと的が外れたような感想を持つ人も一定数います。一言で言うと、アメリカ人は一般に日本の皇室については大変な情弱状態にあります。でもある意味仕方ないですよね。私たちだってエリザベス女王やメーガンとハリーは知っていても、デンマークの王室がどうなっているのかまでは、よほど王室好きでないと知りませんよね。それと同じで、今現在でさえ、え、日本に王家があったの？それって最近のこと？という人もいます。私はこの情弱状態は仕方がないとはいえ、一つ懸念しているのは、それに付け入って角度を持った情報を入れてくるメディアの存在です。角度というのは、ものすごい角度からちょっとした角度までありますが、一番ひどいなぁと思うのは、日本の連綿と紡がれた皇室を貶めよう、あるいは終わらせようとする力です。何も知らないアメリカの一般人に、皇室制度は悪である、男尊女卑であると吹き込めば、一定数は知らず知らずのうちに、そんなものは前世紀の遺物だ、キャンセルだという気持ちが根付くように思います。その一つがニューヨークタイムズのこちらの記事で、これはツイッターでもご紹介しましたが、眞子さまと小室さんのご結婚について、一見淡々と語るレポートの形を持ちながら、途中でとんでもないことを言い出します。皇室典範の下では、女性は天皇として君臨することを許可されていません。法はまた、眞子内親王が庶民と結婚するので、
皇室の称号を放棄しなければならないと規定しており、彼女は自分自身が庶民になります。彼女の子供は皇位継承順位に入りません。これは128代ずっと続いてきた歴史を無視し、あたかも今の法律がそう決めているかのような書き方です。さらに記事はこう続きます。日本国民の大多数は今上天皇の19歳の娘愛子内親王を含む女性が天皇になるために法律を改正すべきだと考えています。共同通信の最近の調査によると、約 80% が眞子内親王のような皇族の女性から生まれた子供たちにも皇位継承権を望んでいます。さらっとこんなことを書いていますが、とんでもない説ですね。過去にもあったピンチヒッター的な女性天皇と万世一系の王朝を破壊することになる女系天皇を区別もせず、ただ表面的に日本の皇室制度が現代社会のジェンダー平等や人権の尊重に合わない、いかに封建的なものかをさらりと説く非常に悪質なプロパガンダとしか言いようがありません。大体このご結婚により女性宮家を作ってはダメだということを日本人全員が知るところとなり、女性と女系を区別しないような見せかけの皇位継承論は終わったと考えるのが普通でしょう。 80% という数字がいつのもので、ロイターのどの調査か書いてありませんが、到底現実とはかけ離れた数字です。100歩譲ってこれを事情を知らないディズニー映画見過ぎのアメリカ人が書いたなら、まだ勉強不足と言えますが、この記事を書いたのは日本人です。アメリカメディアとはいえ、そのソースは日本発信の場合が圧倒的に多いです。こちらの表はアメリカ時間10月26日から27日に出された関連記事のうち、左から右まで5つを拾ったものです。ニューヨークタイムズは今お話しした記事、ついにロイヤルウェディング、しかしトランペットはなく記者会見のみ、これを執筆したのは日米ハーフの元子リッチさんと日本人の牧子井上さん。お二人ともニューヨークタイムズ東京ビューロ、朝日新聞社の中にあるニューヨークタイムズ日本支社ですね、そちらにお勤めで東京在住です。ワシントンポストは伝統を打ち破って日本のプリンセス眞子はいわくつきのフィアンセと結婚、皇族の地位を失うというちょっと戦場的なタイトル、これを書いたのは韓国系アメリカ人のミッシェル・リーさんと日本人のジュリア・イヌマさんで、リーさんはワシントン DC、 イヌマさんは東京在住です。ウォール・ストリート・ジャーナルは日本のプリンセス眞子、一般人と結婚して皇族の地位を失う、これは日本にいる日本人とアメリカ人による執筆というように、8名の執筆者のうち6名が日本在住です。ニュース配信の常として、現地のニュースは現地からというのは鉄則なのかもしれませんが、これでは誰がそれを発信するかという点でニュースの信憑性はガラリと変わってしまいます。もう一つ問題だなと思ったのは、このタイトルの中で太字にしたものですが、コモナーという言葉です。これは一般人という意味で使っていますが、平凡な人、庶民、平民という意味があります。日本の皇室典範をよく知らないか、説明を省くためか、あるいは家族、皇族のほとんどを一般人とし、弱体化を図りたかったアメリカの仕業には一つも触れず、ただ単に皇族と平民という対比を作りたかったためか、その意図は分かりませんが、アメリカのメディアでは小室さんがコモナーであることが強調されています。この言葉の持つ差別感にアメリカ人が反応しないわけはありません。ニュースの内容そのものよりコモナーに反論する意見がたくさんありました。 NHK ワールドニュースはツイッターでご結婚のニュースをいち早く伝えましたが、その反応にはこんなものがありました。彼女が誰と結婚しようと構わないが、コモナーっていうのは反対、そんな大昔の言葉、コモナーの僕でも嫌だ。日本って中世だったんだな。コモナーなんて何事だ。すべての人間は平等で素晴らしく作られている。コモナーって単に大衆って意味でしょうよ。そりゃ、高潔さとは正反対っていう意味でしょ。高潔な人とは昔の将軍の子孫とかだろ。
全くコモナーと結婚するとかプリンセスにとって恥さらしってことじゃないの？その単語はキャンセルして永久に抹殺すべきだ。市民って意味だと思うけど、まあ日本だからな。コモナーなんて軽蔑語だ。女王の一家は他の人間より上等ってか、みんな平等だ。いや、コモナーって普通って意味だよ。誰もちっとも普通ありきたりじゃない。君はビリオンに一つのかけがえのない人間だ。まだまだたくさんありますが、多くのニュースでコモナーという言葉が使われるたびにヒヤヒヤしてきました。日本では女性皇族が結婚すれば皇籍を離れられるのは当然のことなので、いちいち小室さんが一般人とは言わないですが、こんなところにもちょっとしたギャップがあって、現実よりもそのギャップの方が注目されるのも気になるところです。最後までご視聴くださってありがとうございました。もしこの動画が良かったよと思われましたら、いいね、チャンネル登録どうぞよろしくお願いします。本日もどうぞ良い一日をお過ごしください。